どうもアロ78です。実は新魚がいました。動画にちょいちょい映ってたんですけど、今回はその魚を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。大型魚アクアリウムアロ78チャンネル、はい、というわけで最近シルバーアロワナやブラックアロワナの様子をね、記録としてアップしてたんですけど、この右の奥の方の飼育ケースに何か魚が映っているとお気づきになった方もいるかと思うんですけど、これアイスポットですかとかいろいろ言われたんですけど、アイスポットではありません。でもまあちょっとなんか似たような感じですね。ゲームフィッシングっていうんですか、アイスポットとか海外ですごい釣り人気じゃないですか。でその釣り人気に近いですね。もう分かった方はかなりマニアックだと思います。話は引っ張って申し訳ないですが、遡って見ていきます。こちら4月28日にブラックアロワナのねベビーを迎え入れた時の話なんですけど、一緒に届きました。さあ見ていきましょう。こちらですね。これすごいちっちゃいですね。 3.5 センチくらいかな、本当に4センチないくらいかなと思います。かなりちっちゃいですね。可愛らしい感じ、まあ、フグに見えるな。なんか分かりますかね、これ分かる方、すでに分かる方いますかね。はい、でこちらがその水槽なんですけど、最初の頃、まあ、60センチ水槽で飼育ケースのね外側で育っていました。でこんな感じです。もうすごいちっちゃくて、これ影に隠れるんですよね。で餌人工飼料しかなくて、乙姫の小さいのとか落としてたんですけど、全然食べてるか分かんなくて、一応生きてはいたんですけど、あ、なんか食べてる気しないな、なんか全然大きくなんないなってすごい心配になってきちゃって、そしてなんだかんだ2週間が経過しました。はい、というわけでこちら5月16日の画像なんですけど、とりあえず隔離ケースというか飼育ケースに移しました。なんか水槽が大きすぎて、なんか餌も見つけられないのかなと思って、ちゃんと、まあ、まず自分がちゃんと餌食べてるところ見たいなっていう気持ちで隔離ケースに移動しました。でこれから餌与えるところなんですけど、これ落としたのが多分グローフードかなだと思うんですけど、で落としたんですけど全然見向きもしないっていうね。であとなんか錦鯉の餌みたいなの落としたんですよ。で最初買う時に一応ショップさんとはちょっと電話してたんで、この魚、何餌食べてますかって聞いたら、そのグローフードなど食べてますって言われて、俺グローフードっていう餌を今まで使ったことなかったんですけど、今回初めて購入して使ってみました。でそう、人工飼料食べてたって言うんですけど、もう全然うちに来て食べなくて、いやまあ環境のね変化とかいろいろあると思うんですけど、食べなかったですね全然。で食べなくて困ったなってことで、生餌のダトウニョンたちに与えている冷凍エビをちぎって今落としてるとこです。でこの飼育ケースについて、もちろんねこの撮影している日が初日じゃなくて、でも飼育ケースについて何日か経ってると思うんですけど、食べないですね。でカメラは、横に置いてます。でそこに緊張してるか、その今ねこうやって飼育者が近くにいるから緊張して食べないのかなって気もするんですけど、そうでもなさそうなんですよね。本当に食べないんですよね。で見るからにめっちゃ痩せてて、かなり、まあ、心配な感じでしたね本当にこの時は。でこうやって与えてるんですけど全然食べに行かないんですよね。ちょっと映像の方ね早送り今してるんですけど、食べてはないですよねっていう感じで、しばらくね見守っていたんですけど、残念なことに冷凍の生エビをちぎって与えても食べてくれない。もう相当焦りますよねここまで来ると。というわけで次に与えてみるのが、これ数分後ですね、これ冷凍アカムシですね。冷凍アカムシを入れてみました。冷凍アカムシだと食べてくれるかなと思って溶かしたものを
つまんで落としてみました。さて食べるでしょうか。今んとこ食べないですね。なんかあのエラの、こう見るとエラ呼吸荒いっすね。結構すいません、画像ちょっと暗くてすいません。蛍光灯の関係ですいません。いや相当冷凍赤虫ぶっ込んでみたんですけど食べに行かないですね。これは非常にまずいですよね。なんか向こうの奥の方で今シルバーノアのカーニバル食べてましたね。あ、完全に向こうで赤虫与えてますね。シルバーアロアナとブラックアロアナに。というわけでね、気散ってる場合じゃないんですけど、本当にこのね、ちっちゃいベビーの魚が餌食べなくて、こん時はもうめちゃくちゃ心配しましたね。っていうかもう、どうしようみたいなね。これはもう本当に大変だなって思いました。いやみんなも結構あると思うんですけど、新しい魚を買ってね、餌を食べないっていう瞬間が経験したことある方も多いと思うんですけど、めちゃくちゃ心配ですよね。でやっぱり考えることはやっぱ餌合ってないっていうことよりもやっぱり環境に慣れてない、環境にビビってるっていうことですかね。まあ今この環境で言うと飼育環境がまず狭すぎる、それから水が循環するようにその落下口の下に置いてるんですけど、その水がバタ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 してうるさいとか、まあいろいろ考えられる要素はいくらでもあるんですけど、まあというわけで、まあやっぱりどうしてもね餌を食べてほしいということで、まあ冷凍物やね人工種類がダメだったらもう生き餌を与えるしかないと、生き餌を買ってきました。はい、というわけでホームセンターでね、近くのホームセンターでメダカを買ってきました。1匹150円ぐらいで5匹買ったんですけど、めちゃくちゃ高かったですね。本当にメダカってこうやってホームセンターで買うと、田舎のホームセンターで買うと、でも背に腹は変えられんってことでね、こちらのマーレーコットです。これマーレーコットっていう魚なんですけど、言ってなかったですね。そうなんです、マーレーコットっていう魚で、とても海外では釣りで人気のある魚だと思います。なんでこの魚知ったかというと、自分小学生の頃から、まあ、魚好きだったんですけど、魚好きだと絶対釣りに興味出ると思うんですよ。で小学生の頃コロコロコミック読んでて、グランダー武蔵だっけな、そんなような漫画読んでたんですけど、多分グランダー武蔵ですよね。でそこに村田はじめさんが出てくるんですよ、モデルみたいな感じで。で釣り番組って言ったら当時村田はじめさんもすごい出てたし、で今でもね YouTube とかでもたまに村田はじめさんの動画とか見て俺楽しんでるんですけど、昔バス釣りって言ったら村田はじめさんだったと思うんですよ。今ねいろんな人たちがプロとしてやってるんですけど、やっぱね村田はじめさんの釣りの番組めちゃくちゃ面白いなと思って、大人になってもバス釣りとかやってたし、友達とね釣りよく行ってたんですけど、でその友達すごい釣り好きで、その友達と村田はじめさんの話でめっちゃ盛り上がってましたね。でその村田はじめさんのね釣り番組見てたら、まあアイスポット、海外で南米とかで、まあ、シルバーアロアナ釣ったりとかアイスポットシクリット釣ってる動画見て、そっからですね俺大人になってアクアリウム始めたの。村田はじめさんの釣り動画見てアイスポットシクリット買いてえなと思って、テメンシスとかって言って村田はじめさんがね、お食べたメダカ食べましたね、すいません、思い出話語ってたら完全に実況おろそかになっちゃいました。今マーレコットがメダカ捕食しましたね。よっしゃって感じですよ。本当にようやく食べてくれたみたいな。やっぱり、まあ、食べない時ってやっぱ生き餌与えるしかないなって思います。本当にで今ね食べたと思ったんですけど、メダカちょっと若干でかかったっすね。このメダカがすでにでかかったっす。吐いちゃいましたね。そう吐いちゃったんですよ最初の頃。だけどやっぱ食いたい気持ちはあったみたいで、そこはとりあえず一安心でしたね。という形でとりあえずまずメダカを5匹投入という感じでした。食べてくれるかな。そう追いかけてますね、追いかけてますね。いいですね。食べたい気持ちはあってよかったです本当に。お追いかけた。一応これね撮影しながら俺多分離れてたと思うんですよね。さあ食べるでしょうか。
はい、ちょっと長くなってしまったので少し動画を倍速します。でこんな感じで今も見返しているんですけど、あれちょっと結局食べてなくないメダカっていう、てかメダカ大きくないっていう、もっとちっちゃいメダカ、もしかしたら赤ひれのちっちゃいやつとかネオンテトラのちっちゃいやつとかの方が良かったかなってすごい思いましたね。メダカ意外とでかいっていう。でこれ少しね経った後なんですけど、写真撮ったんですけど、先ほど加えられたメダカが弱って沈んでしまったっていう、もしかしたら1匹食べたかな。で無駄にしないようにね、一応セネガルスに与えました。セネガルスは喜んで食べてました。でこんな感じでね、一応水槽の様子も一応アップしてます。で本当残念なことに、多分1匹か2匹は食べたんですけど、これ今残り2匹なんですけど、確か死んじゃってましたねメダカ。だから、食べなかったんですよね、うまい具合に。でなので次の日からメダカ1匹とか2匹ずつこまめに与えるしかないのかなっていうふうに考えてました。やっぱ難しいですね、幼魚の飼育っていうのは。はい、でちなみになんですけど、こちらがマーレーコットの大きくなった姿で、これ約30センチぐらいかな、30センチ超えたくらいかな、一応広い画なんですけど、ちゃんと許可取ってこの画像を使わせてもらってます。でマーレコットでね、検索ググってもらうと分かるんですけど、めちゃくちゃでかくなる魚で、本当はめちゃくちゃぶっとくでかくなる魚です。で今後このマーレコットなんですけど、どのように成長したのか、また近々アップしたいと思いますので、見ていただければと思います。果たしてうまく飼うことができたのでしょうか。アロガナチです。今回もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画にグッドボタンとチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。今後もアクアリウムつまずいたり楽しんだりいろいろあると思いますが、動画の方楽しくやっていければと思いますのでよろしくお願いします。それではおやすみなさい。アディオス。